ございます。ありがとうございます。ハモった陽介です。陽介です。陽介です。今日はですね、スマタ峡温泉に来ております。久しぶりのね、登山なんでね、まあ、今日は筋トレがてら、荷物を大量に持ってきております。はい、こんな感じで超大量な荷物でございます。コースタイムはね、そんなに長くはないので、のんびりとね、ゆっくり行きたいと思います。それでは行ってみましょう。返事なし。駐車場からそのまま上に行く感じですね。登山口までは親子愛情帰る。これを俺がやらんよ。温泉ぬるぬるしてる。匂いは？匂いがする。すごい？へえ。あ、本当ぬるいね。あ、本当。すごいな。うん、へえ。ここのカモシカさんのところを左に行くと、登山口ですね。こちらになります。きつい、いや、きついわ。久しぶりで、もう暑いし、だいぶスタミナがなくなってるのを痛感しますね。今ずーっと歩いてきたんですけど、結構急登でね、まだまだ続くのかな。なんか空が見えてきたんでね、もしかしたらもう少しで稜線みたいなところに出るかもしれないですけども、結構いい感じの登りが今ここ30分ぐらいずっと続いてて、まあ案の定小生と聖樹くんはもう見えませんね。遥か先に行ってて、どの辺にいるのかさっぱし分かんないですね。少しでもね、遅れを取り戻すために頑張っていきたいと思います。30分ぐらい歩いてやっと稜線出てきましたね。はい、沢口山、あと150分。ああ、翔生君と聖樹君もあそこで休憩して待ってくれてます。お待たせしました。暑いな。暑い。やっぱ30分だね。30分エンジンかかるまで暑いな。倒木がすごいですね。沢口山まで125分。まだまだ先は長い。山岩鏡、これもう少ししたらこれ花咲くんじゃないね。めっちゃ咲いてる。はい、展望所ですね。天気が良ければ富士山が見えるそうですが、見えるでしょうか。天気はいいんだけどね、ちょっと富士山は見えないかな。すげえいいとこじゃん、ここめっちゃええやん。すごい綺麗。
金馬のなんですと。どこが金馬の？どこ？本当だ。こりゃ金馬だわ。どっかで会うでしょう。何が？金馬に会うの？会うもんの？目が。目が合うの？これが金馬なのかな。いや、結構壁。結構壁ですね。足がつりそうです。赤足をつつじ。これかな？このね、葉っぱのこの周りが赤くなってて、かわいいっすね。綺麗。真っ赤やん。マジで木かと思った。もう串刺しにして食べちゃう。なんでそんな物騒なのお前。さああと少し。なんか発見？富士見平来ました。富士山は見えん。鹿のぬた場。いやすごいなんか幻想的なとこっすね。ここめっちゃ綺麗。あとあそこに大きな木が、大水ならあれですね。ちょっと GoPro だとね、この大きさがなかなか伝わらないんですけど、この目で見る限りはすごい立派な木ですね。いやすごい苔がいい感じや。ここめっちゃ綺麗。多分最後の急登かと思われます。結構厳しいですね。あと一息。さあ、いよいよ、いよいよ、はい、沢口山まで1分だそうです。1分ですからね。1分でもう見えてるはずなんですけどね、見えてないですね。着いた。着きました。沢口山でございます。ありがとうございます。はい、登頂。虫がすごい。うい。お疲れ。はい、飯っす。今日の飯は、今日の飯はチャーハンです。チャーハン作ってきます。あっちだ。あっちや。乾杯。唯一の友達コーラ。食べまーす。バカうめえ。めっちゃうまいよ。最高。いただきます。いただきます。ヒカキン出ちゃった。どう？うまっ。いただきます。はい、まだできるな。すごい。はい、スタートが遅かったので、もう2時半ですね。コースタイム上り3時間ぐらいか。やっぱね、3時間ぐらいでしたね。帰りは1時間半ぐらいなんで、まあ4時ぐらいには入れるんじゃないでしょうか。行きましょう。これ今ここにフライパンが
真ん中ぐらいなもんで、コン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 なっててうるさいっていう、クマ鈴みたいな。後ろからこれクマに襲われても大丈夫よ。ガードしてガーンって言って防弾チョッキね。ここで帰りはコースに変わるわけですね。これちゃんとやってかんと道迷うでな。こっちだよね、はい、こっち側から俺の切り切ったところ、熊岳温泉に帰ると。いやー風が気持ちいいですね。ここは気持ちいい。今尾根歩きしてるんですけども、すごいですね。こっち側は落ちたらやばい。めっちゃ切り立ってる。ここ切り立ってる、切り落ちてる、すごいなここ。うえー、怖っ。足元気をつけないと。すごいここ。いやー綺麗だ。見事に下り、下りばっかりで膝にくる、膝がガクガクしてきました。痛い。チェックポイント、展望所。どこ展望、展望、展望系。この上登ればいいけどこれがね、これ登れってこと。そしたら結構登りやすそう。あぶね、ずっこけそう。やっとなだらかになりました。これ登りは登りできついだろうけど、下りは下りできついな。こっちのルートも結構膝に来ましたよ。さっきからずっと言ってるけど膝がパンパンでございます。合ってる、こっちで合ってる。まただけある。またまた、そっち、うん、そっち。よいしょ、よっこいせ。結構やべえじゃん。ダメ？本当だ。お父さんオーバーやん。無理やん。誠司君、誠司から行く？ねえ怖い。ああ怖い。怖い。怖えなこれ。おお揺れる揺れる揺れる。やばい怖い怖い怖い。この柱の信頼感まるでないからね。これ柱の、この地点橋しか助けてくれないね。よし、せい。よいしょ。こっちが猿波平って読むのかな、猿波平って読むのか分かんないけど、やっと登山口まで帰ってきました。どこで、わあ涼しい、めっちゃ涼しいやん。今日の風呂、露天風呂冷たい、冷たい、おお冷たい、結構ね、気持ちいいぞ。笑ったら気持ちいいね。うん、じゃあこれぐるーっとできて帰ってきたと、はい、感じですね。
くっせー。さあ、風呂でございます。はぁ、あ、私服なんかもともとその美女作り湯中に行きたかったんですけど、もう5時半で閉まっちゃうんで、今何時、もう5時、ちょっとそこに日帰り入浴がありますんで、そこ行きます。日帰り温泉800円。ここも書いてあるね、これ美女作りって。ほら、やっぱ UI しやん、ね、美女になっちゃうよ。水公園さん、さあ入れるかしら。全然嫌ない、入れてもらえるかしら。もうすごいよ、なんか泊まったら高そう。いやだって立派じゃん、なんかだってね。あそこら辺休憩したらなんか怒られそうだね、あれね。まだ600円しか払ってねえだろ。大丈夫だよ。どっち、これこっち、あ、浴室って書いてる、これこれいいんじゃない。うちはいつも2000円だからね、一泊。こんなとこ泊まったことねえで。確かにね、意外と2000円だったりして2000円なわけねえだろ。意外とこんなとこで、あれご飯美味しそうだもんね。あれは2000円じゃねえわ。ご飯が2000円だ。確かに2000円で食えねえよ。すげえ、めっちゃ飲み放題だよ。めっちゃ飲み放題だから。これ500円分飲むか。全部飲みますか。これ500円分飲む。そういうこと言ってるから止まれねえんだよ。じゃこれあれじゃない？あれ？なんとかじゃ。ここの茶。川根茶。うまっ。買わねちゃ500円分飲んで、500円分。あ、ガチ買わねちゃだね。うまい。あ、ちょっとで飲めるでも、これめっちゃ買わねちゃだね。それ感じカメラびっくりだ。あいつら飲みすぎちゃねえ。まだ飲んでる。これでさっきポカリ飲まなきゃよかった。よし、じゃあ帰るか。吐き出すんだって、めちゃくちゃ帰りるんだ。はい、というわけでお風呂入っていきましょう。で、ここからはね、切ります。あ、喉乾いたらなんか、ね、お茶飲みたくない、なんかお茶飲みて、あ、お茶飲みて、確かに。お、お茶飲んじゃん、それ。めっちゃ食えてる。めっちゃあるじゃん、お茶全部飲んでいけるか。飲み放題じゃね、これ500円分飲もうぜ、500円分任せろ。ちょっとぬるい。あ、なんか違うのと。これ、これあるよ、それで。うん、うん、うまい。ピッチャピッチャじゃん。勢いがいいんだよ。そうって、そうって。簡単だから。うん。今回で勘弁したら。いやー、いい湯でしたね。いい湯だな。めっちゃ気持ちよかった。すんごいヌルヌルしたよね、うん、暑かったけど本当に、あ、なんか美女作りって言われるのはなんか分かる気がしたね、入った瞬間に。ヌルヌル、ね、うん、みんな若干可愛くなってね、美女になっちゃったね。お父さんも10歳ぐらい。本当に無理無理入ってそこなんだ。そこはこれ早いの、これ。ああ、でも、ああ、でもこっちが別にやってるわけじゃないから乗れるのか。お、資格も取るじゃん、お前だって。行ってみ。もうちょっとあれだよね、椅子ちゃんとしてほしかったよね、これ多分。めっちゃ子供向けの感じ。ああ、子供向けじゃないからね、でもね、これ実際あったわけだからさ。BP 缶っていうのこれ。知らん。これ肘コックっていうの。
詳しすぎ。フットブレーキ。詳しい。え、すげえ。はい、というわけでお風呂も入り終わりまして、今日は一日沢口山に登ってきました。お疲れでした。お疲れです。新緑がとても綺麗でしたね。はい、久しぶりで疲れました。感想。気持ちいい。感想。またね。はい。